はい、おはようございます。今朝のご飯おかずだー。栗ご飯だー。イエーイ。栗ご飯ね、このね、おこげがまたたまらんぞ。たまらんでしょう。はい、龍二くんの好きな季節が来ました。はい。この、炭水化物男。はい。大好きな栗な。はい。なんで栗ご飯好きなの？やっぱ食欲の秋。今日の朝ごはんは栗ご飯でございます。炊き込みご飯系大好きだもんね。その中でも一グラスに好きでしょ。ダザン食べよう食べよう。その栗のね、うん、形のいいやつと悪いやつあるでしょ、うん、形の悪いやつは父ちゃんが剥いたやつだから悪いな。形を切れるならお母ちゃん向いてです。味は変わんないから。形の割れはとしたんの季節ガビガビになっております。すいませんです。私も好きかい。これが変わっちゃった。栗ご飯で行儀悪いと分かっても栗だけパクッと食べたいよね。美味しいよな。ありがとうございます。やっぱ秋といえば栗ご飯でしょ。だねー。サンキュー。